1908エルモアモデル40エルモアマニファクチャリングカンパニーは1893年に創業した米国をハイオ州、うクライドの自動車メーカージェームズ・ベッカーバートン・ベッカーが創業者社名は二人の育った創業の地から取った2ストロークエンジンを使い直列2気筒単気筒のち直列3気筒も使った 最も小型は1904年型のエルモアコンバーチブルラナバウトで、トノーを装備したラナバウト型で4人が乗車でき650ベードルで販売された。当時市場で最も安価な自動車だった。短気筒は横に寝せて、車体の中央に置かれた。6.5HP を出力した。トランスミッションは2足。車重が1050ポンドだった。その上位に位置づけられた。 ラナバートモデルは、エルモア・ラナバート。二人乗りで800ベドル。直列に気筒を垂直にマウントし、車体中央に置いた。8HP を、出力、三速トランスミッションでフレームは、鉄のアングル材で、車重は1400ポンドとなった。トップモデルは、エルモア・トノーで、トノーモデル。四人乗車で1400ベドル。水平にマウントした、直列に気筒が、 フロントに置かれた。12HP を出力。3速トランスミッション。鉄のアングル材フレームで、車重は1500ポンド。1908年に、エルモアの3気筒にストロークエンジンが、ウィリアム C ・デュラントの目に止まった。翌年、デュラントはエルモアを60万ベイドルで購入し、エルモアはゼネラルモーターズの一部門となった。しかし翌年デュラントは、経営に手を出せなくなった。 エルモアのブランドと技術は自流に乗れず、GM はデュラントが戻る前に、当時の GM 経営陣はエルモアを1912年に終了した。1912年10月、エルモアの以前の工場は、クライドモーターに売却された。クライズデールなどが後ここで組み立てされた。ありがとうございます。